こんにちは、粟田洋介です。今日はペンとインクで絵を描いていこうと思います。なぜならなんとなくそんな気分だからです。で、昨日はいつもより厚手の紙を買ったのでこれに描いていこうと思います。それでインクで描いた後にちょっと着色もしていこうと思います。今日はアウトサイダーアート風に描いてみたい気分なんですけど、アウトサイダーアートっていうのは作風ではありません。それに私はアウトサイダーアーティストじゃないし、これ風に描こうと思って描けるアーティストでもありません。ちょっと話の続きは描いてからにしようと思います。後で着色しようと思っているので、テープで貼っていこうと思います。さっきアウトサイダーアートの話をちょっと仕掛けたんですけど、アウトサイダーアートというのは芸術美術の教育や訓練を受けていない人の作品のことです。日本では知的障害とか精神障害をお持ちの方の作品をアウトサイダーアートとすることが多いようです。なのでどの道私はアウトサイダーアーティストではありません。なんですけど、なんかこれはイメージに過ぎないんですけど、自由に自分の世界を表現しているアウトサイダーアートっていうのがすごく好きです。そういう意味では私もアウトサイダーアーティストと共通するものがあると自分で思っています。インクがこんな感じで書き終わりました。なんかまだ書き足せるような気がするんですけど、色を塗るのでちょっと中途半端に終わらせました。
私はアウトサイダーアーティストじゃないってさっき言ったんですけど、私自身どのアートジャンルに入るのか未だにちょっとよく分かっていません。これかなーってものがいくつかあるんですけど、どれも合うようで合わないようでって感じです。作品作りをする上でどのジャンルに属するとかどうでもいいことなんですけど、作品の売り込み先を知る上では結構重要だと思っています。昔アメリカに住んでいた時、アーティストの友達からこの雑誌をもらいました。これは2003年の4月の雑誌なんですけど、この時初めてアウトサイダーアートっていう言葉を知りました。この本を見た時にこれだって思ったんですよ。その頃どのギャラリーに売り込めばいいのかなって結構ね、言っては断れ言っては断られってあったんですけど、残念なことにさっきも言ったんですけど、私はアウトサイダーアーティストにはなれません。なんかに属するとかそれ自体がアウトサイダーじゃないなってなんか矛盾してるなと思うんですけど、まあそんなことよりも絵の続きを描いていこうと思います。こんな感じの絵が完成しました。この作品は友達の生首というタイトルにしました。今日はアウトサイダーアートっぽい絵が描きたいって言ったんですけど、アウトサイダーアートっぽい絵ってなんだって感じで、そんなの私はよくわからないんですけど、実はこういう帽子をかぶってる人が描きたかったんです。なので今日はアウトサイダーアートの話をちょっとしようかなと思ったんですけど、なんでそうかと思ったら、さっきのこの雑誌なんかこれ帽子をかぶってて、なんか記憶のどっかにこの帽子があったのかなって思うんですけど、全然それは関係ないと思います。あともう一つアウトサイダーアートのお話をした理由があるんですけど、今年2021年7月の2日から31日までアウトサイダー自由方面なという二人展をやります。場所は東京都北区にある梅の木十条店という喫茶店です。なんかそういう場所で展示するのはすごい久しぶりです。で、出展するもう一人のアーティストの名前がヒッポキャンパスミキチさんという方で、この人は正真正銘のアウトサイダーアーティストです。作風もすごい面白くて、私の作風ともすごいマッチしているので一緒にやろうということになりました。それでこの DM のこの絵はヒッポキャンパスミキチさんとコラボした作品です。会場が喫茶店なので、ちょっとお茶をしたりちょっと食事をしたりという感じで作品も見に来ていただけたらと思います。で、開催中私も週に1回ちょっと時間区切りをつけて材料をしようかなと思っています。日程は6月ぐらいになってから私のウェブサイトとか SNS とかブログに告知しようと思っています。よかったらぜひチェックしてみてください。なんかその時来ていただけたらぜひ皆さんとお話ししたいと思っていたので、よろしくお願いします。というわけで今日はペンとインク、ワッシュで絵を描きました。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。